南波隆氏は、日本の国土交通機官、工学博士。国土交通省大臣官房技術総括審議官を、最後に退官後、静岡県副知事、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究科特任教授、京都大学経営管理大学院客員教授等を、歴任。岡山県真庭市出身。 岡山県立岡山大安寺高等学校を経て、1981年、名古屋大学大学院工学研究科土木、工学専攻修了、運輸省入省。1996年運輸省港湾局計画課、補佐官。1998年茨城県土木部、港湾課長。2000年茨城県港湾振興館。2001年国土交通省港湾局海岸。 防災課海岸企画官、2003年国土交通省港湾局災害対策室長2004年国土交通省港湾局港湾保安対策室長2005年国土交通省関東地方整備局港湾空港部長同年論文アウトカムの視点による海岸行政の政策施策体系の構築とその実施方法に関する研究により 名古屋大学博士の学位を取得。2008年国土交通省公安局計画課長。2009年国土交通省九州地方整備局副局長。2012年国土交通省大臣官房技術参事官。2013年国土交通省大臣官房技術総括審議官。2014年大官京都大学経営管理大学院客員教授。 同年、高秀樹とともに、静岡県副知事に就任。2015年、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究家特任教授。2017年土木学会論説委員。2018年、静岡県副知事再任。2019年、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究家特任教授。同年に、 第十九回統一地方選挙で、静岡市長選挙への出馬要請を受けていたが、静岡県庁で、涙ながらの不出馬表明会見を行った。また、けじめをつけたいとして、川勝平太静岡県知事に辞表を提出したが、遺留され不受理扱いされた。中央新幹線南アルプストンネルクス作により、大井川流量が減少するとし、東海旅客鉄道の対応を批判し、 2019年7月3日には、愛知県庁を訪れ、松井圭介愛知県副知事と面会した後、静岡県庁で会見を開き、科学的論拠に基づいた意見を述べているとした。18日には、山梨県庁を訪れ若林和則、山梨県副知事と面会し、山梨県側からは、静岡県の懸念は理解した。JR 東海と静岡県が、課題の解決に向けて、 互いに真摯に話し合うことを願っているとのコメントがなされた。同年9月には静岡県庁で静岡県環境保全連絡会議を開き、国土交通省から従来より格上にあたる鉄道局担当の江口秀治大臣、官房技術審議官を参加させるなどした。ありがとうございます。